はい、それじゃあ続きの時行きましょう、うん、ここがお店屋さんで、ここは違って、ここは何もなし。よいしょ。まあとりあえず経験値と食料に変わっていただきましょう。おっと、全体攻撃ができない。こっちがこっちで、で、こっちはこれで、こっちが、これで、で、これ。これだ。うわ。うわ、暗闇になってもだ。全員暗闇になってもだ。おい、おい、おい。お前は。うん。そろそろレジスタアップ。そろそろレジストアップは主人公でなくていいかな。でもニャールルはな、ニャールルは HP あるからな。レジスタアップはやっぱこっち。やはり休みない。よいしょ。よう、これお前だな。うん、お前優先しよう。ニャルルが味方攻撃すると嫌なのよね。また魅了されないんだよね。最初終わるんだろうな。魅了さえなければね、すぐ終わるんだわ。やばい、調子で食料持ってる。命が欲しい、仲間にして食料を持ってる。
しょよいしょよいしょよいしょ。ノドスドレス、イエーイ。セブステータス異常系は先にやっておくべし。よいしょ。めっちゃ食料手に入るね。行こう。よいしょ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 。うわ、ニャロル悔やみになったかな。オーケー。まあ、悔やみになろうとね。攻撃が当たれば別に問題はないし。オッケー。よいしょ。あれ、まだ一掃してないの？よいしょ。よいしょ。ああ、ちょっとで言おうか。ああ。よいしょ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 。うん。また暗闇になったな。よいしょ。おいおい、オッケー。さっき荒くれ者一掃したはずなんだからな。まあいいや。オッケー。お、ライフアップだ。あ、どろう。このユニットはな、ちょっとあれだね。よいしょ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 。うん。おい、おい、おい。おい、オッケー。よいしょ、よいしょ。うぅ、え、うぅ、オッケー。すごい、すげー。なんだいげりゃ。どうす、レイ。まあこれで終わりさ。オッケー。どうやら相談所のお出ましですわ。荒くれ者大将。うわ、大変だこれ。実は可愛がってくれたようだな。お手前つけてもらおうか。
それはこっちの言うセリフだ。よいしょ。なーにゃるる。お、大将強い。この方が早いんだ。しかも魅了かい。当たってほしいやつに当たってへんやないで。まずはまずこっちかな。カバーあれだ、ブリザーズ。また電クラになった。個体数減った。オッケー、間に合った。あ、大将倒したかな。めっちゃ手に入る。ふっ、ただでね、いくらか逃げたやつもあるやけど、逃がしの早いやつらだにゃ。じゃあ、手のとかも片付けて、ドラゴンが着手できるようにしますか。バーイ。セックス。よいしょ。反撃力増加の巻物。ライフアップ。よいしょ。あー、食料は99個以上持てない。よいしょ。反撃力増加のマーキング。時々反撃するようにはパッシブスキルでね。反撃はしえないな。よいしょ。上手。はあはあはあ。やねえな。売る。どうしようかな。一般装備。はいはい。
魔法装置。よし、このエレメンタルマントを2つ買おう。よし、よし、うわ超上がる。よし、ちょっと、よし、さあどこぞで食料を稼いでどうにかこうにかしましょう。もうここは大丈夫かな。よし、ちょっとドラゴン OK。 というわけでね、こっち行きましょう。こっちね。はい、じゃあちょっとしばらく稼ぎプレイします。カットします。はい、カットしました。はい、ということでね、まあね、だいぶね装備は揃えたんですけれども、今食料91個。どうぞ。はい、最後はこのドラゴンブレードのみでございます。まあね、ここら辺もねでもやったんでね、うん、ドラゴンブレード交換いたしましょう。で、ちょっと余ってるので、この羽付き帽子をやっちゃった。装備。はい、ドラゴンブレード。すげえ。全部ドラゴン。で、羽付き帽子は、しゃなしやで。もうね、ネッドはいらない子。さて、なんですけども、よいしょ。実はね、さっきまでここの森でね、やってたんですけれども、実はね、このオーチャ村の、ここで、食料が買えるんですよね。もうフォールいらない。見せれる袋もいらない。はいよ。大丈夫かな。もう食料もいらんね。うん。まあ、あこでね、あこ近くの森で稼ぎプレイ&ここの、ね、オーチャ村のこれでね、食料を大量に購入してね、装備と交換したりしてました。オーチャ村の雑貨屋さんもこんだけ大量に食料買って何すんだべかって思ってただろうね。さて、それじゃ、いきますか。ポンちゃん行きますか。魔王の城。よし、行きましょう。よっこいしょっと。行くぜ。魔王の城。いやいや、あれやな。まあね、首洗って待っとるや。なんか、すごすぎ。入り口の上のプレートに何か書いてあるにゃ。レスプラ大監督。ここは魔王城ではありませんの？なんか、他にするらしい種も何人やったなんて。クエスチョンは、魔王は辺境に居城を構えてるって言ってたらしいけど。怪しい種もいいか。ただ、怪しい種もいいか。勝手に。ダメしか残ってないような廃墟とか、絶対掘ったてのやばっかりだ。誰じゃ？お主はパス。あいつ、今自分で可愛いって言ってんの？シラと同じ匂いがするにゃん。はぁ、そんなとっても危険ですわね。私は可愛いを自称したことはないんですよ。事実はありのままに投げることに何の問題がありましょう。声を張って可愛いと自称すべきですよ。少し昔話を生かしましょう。かつてこの島は収容するバシチュー監獄でした。ある時、凶悪犯のグループが暴動を起こし、団体のためからこちら側、この辺境の地を占拠
です。会議のウエストランコーテをこれに対し沈黙を諦め、転送装置の方を壊し、断崖の谷を橋を落とすことで全員を閉じ込めることにしました。本当に青くないのではなく、ただの民間人や監視たちに取り残されていたという。そしてこの変況そのものを救おうとしています。よく考えてください。倒されるべきは本当に兄様ですか？何よ、変じゃ聞かずに言ったもんだ。何しでしたね、あいつ。てっきり石膏かと。石膏には違いないと思いますね。こちらのことを揺さぶる妖霊作戦かと。姉ちゃんが言うなら間違いないにゃ。確かに王が破るのかどうかってちょっと言ってみた。あ、そうですやろ。あんたちは何したか忘れたか。こっちは出てきない。あ、そうかもやろ。あー、まあ知らん知らん。あー、もうねとお前の意見は聞かん。お前もけでも、ほていたらすの死ぬもんするかもしれんやろ。おいらはねとに賛成にゃ。私としてはこの研究には期待したような無効素材の雑誌にご紹介に入りたいのですが、アブロン、とにかく一遍魔王と直接に話してくれ。どうするかこれからアピールしてもらえ。よし、あれ、たったた名前忘れたけど、あいつのご相談を拝みに行こうね。あのオペラ座の怪人のやつを、あのいらない子の、あの、いらない子の名前。お前これトラップちゃうんけ？違うんけ？読めんのけ？ 300 円。あー、うん。ヘビーガーコイル、モーングル、レイス、先手を取ったなら、逃げるし。先手を取ったなら逃げるし。300円。まあ、さっきのやつだ。追っかけてくるからね。なんかぜ、なんか、みんな魔法持ってそうなのよね。いいっすよ。光属性効くんじゃねえかな。もう一気にしとこう。うん、どうす、どれす。あー、やっぱり効くのね。あら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 魔法封じられたからね。まあでもダメージ来てないからよ。沈黙暗闇向こうの場所に物理ロッドディリエだ。沈黙暗闇向こう、沈黙暗闇向こう、よし。あそこにみんなダリアの解除装置と思いますよな。ぶどうがかる。カンヌキがかかってて開かへんで。寝てんねん。寝たんだよ。かわいい。ガキー、あの若者今、若者じゃない、あの魔物今こっち見てもらった。あらったっつ。あ、いたで。あ、いたで。300円。あ、いたで。ベビーガーゴイル。はい。うん、どうす。あんまり HP は高くないよ、この。ふぅ。たぶんあの、レイス倒したらあの巻物が手に入るんだろうね。
や100円はいはい、マジかいふっああ来た来た来た、うん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 あ、ここシエナが強いね。ミスリルサークレット。結構な確率でマキノムが手に入るね。でもミスリルサークレットも、もういらんわね。どこで手に入ったかは知らんけど、鍵がかかっている。鍵がかかっている。入ったー。宝箱がある。鍵がかかっている。あーてさあライトててうんどうす取れ、はい、オッケーうミスリルロッド、もう見せるのは気なんかな。大手から本命が出てるのにババが聞いてくれないの。あんたにちゃんとせめて聞き合う気になるはずね。さすがにね、あんたね。お、はいはい、ああれだな、もうテスティいなかったらこいつに戻ってこたらええじゃろ。 OK、 それでもいい、はいはい、なるほど、ペアンジョン3回にあるんじゃん。話せよバカ。ヤッホー、かわいそうにゃ。ここでちょっとそうだ、言うほどかわいそうにすら、あと完全に潰してあげましょう。いろいろと鬱陶しいので。何やってれ、3回ね、探索いたしましょう。ちゃーん、どこにでもいいですよね、このばっかりしちゃうタイプ。なんでオイラを見てにゃ。ここは慎重に。どうしようかな。とりあえず、とりあえずまあ避難所に行きましょう。で、あっちゃー！マジかよ。スターキーがいるのかね。でもあれは完璧やしな。さあ、300円。
魔王城マスターキー。先手を取ったのはミドル。ここで回復できる。混乱中に向こうの巻き物混乱したこう回るやつ。よーいしょっと。うわハーピーだ。カシャッと。100円。もうないな。よいしょ。無駄争いは避けましょう。何もなかった。よいしょ。なんであのおばあちゃんマスターキー持ってたんだろうな。うっと。マジカルリングもういらんな。マスターキー。うっ。300円。うっ。で。あ、ここは鍵かかってなかったね。TPO。うっと。おーちょ、ほんじゃ行こうかね。なんだお前らは。敵襲敵襲。魔王の手下レイズワウル。よいしょっと。ほいほい。うん、どうす、取れ。OK。 メテオ。 よし。 なんか新しい技覚えたけど。 メテオ。 こんなところで隕石落とすんじゃねえで。 カエル石。これどうすりゃいいの。マリアの会社は私に任せてくださいませ。ただなんか他のトラップと連動してる可能性も考えられますわ。準備はよろしいかしら。これでマリアが消失したはずですよ。オッケー。うざい。還暦を外した。100円。あらあら。よいしょ。よいしょ。逃げ。ママの軍勢や。突撃。あらまあ、先輩ったら、やっと転送装置の修理が終わりましたね。あかん、あかせ、俺ら先進む。話しかけても反応しない。よいしょ。いや、まさき便利やね。エレメンタルガードはもういな。うん、新顔が出てこん限りは別に戦わんといいやろう。どうしようかな。まず避難所に届けようかね。
こ？とりあえず次の階段はどこにあって？300円。魔王城の3階はどこにあるの？3階の、ここはあれか、あった、3階だ。300円。これうまく戦えないってのが嫌なのね。なんか3階に駒のある腕だからね。けどこっちじゃない。ほなこっちか。行くわ。どうぞ。右から二つ目。右から二つ目のよさ。名前どこに行ってたの？心配したのよ。お母さん、ママが、ママが。まあそうだったの。しょうがないわね。全くバーバは強情で。あんた方が連れてきてくれたんですね。何分避難所生活まで、僕に俺もできなくてすみません。ありがとうございます。ほら、ちゃんとお礼を言って。No。 すみません、おばあちゃんからもんですから別れが辛くてしょうがないんです。さあ気持ち、すんだくよくわかるにゃ。さあ、お届け物もすんだくですし、おいともいたしましょう。よっ、まあ、とりあえず話しかけてから。はいはい。魔王の部屋はここではないようです。300。はいはい。よし、さ、探索しましょう。ほい、じゃあ探索しましょう。よいしょっと。まさき便利だな。先手を取ったな、逃げるし。あ、もう2回探索し終わった。うん、どうぞ、オッケー。なぜ逃げるにしたし。なぜ逃げるにしたし。よいしょ。じゃ、なんかこの先魔王っぽいのね。ちょっと戻ろう。
よいしょ。もう今回ここで切りましょうかね。これパート49だし。もしかしたらね、切りのいいパート50でこれ終わらせられるかもしれないのでね。ということでね、今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス。次回へ続きまーす。次回が完結編なのかな？完結編だったらいいな。次回へ続きます。